皆さんこんにちは、汐留はじめです。今回は E2339 全面改造工事の現実性を紹介しましょう。京浜東北線と横浜線で今後置き換わる予定の E2339 ですが、当然廃車になるわけがなく、ちゃんと地方に行きます。ですが残念ながら現状計画では顔の数が転属先の数に合いません。なんかもう露骨に先頭車の数が不足していますね。そうなった時に全面改造で顔をバカらって先制機線とかその他ボロボロの路線に導入する可能性が考えられます。ですがこういう工事ってお金がかかるケースがあるんですね。では今回はこれが本当に割に合うのか、このことについて見積もっていきましょう。 JR 東日本が過去に行った D-5 系の改造については、先頭車付近を含めて7人掛けで使われたので、先頭車の形状が多少違っていてもほとんど寸法、車体全体の長さっていうのは変わらなかったですね。一応クラッシャブル2とかそういうことも考えて、まあ顔の長さが 100mm、 幅が 10cm って感じですが、それでも長くはなってますね。まあとはいえそんなに大きくは変わらないんですよ。というのも D-5 系は先頭車含めて全て7人掛けで使われていました。そのため中間車を先頭車に改造する際もドア配置が従来の D-5 系とは変わらず、そこまでなんか面倒くさいっていう感じありません。それに南部線の場合だと普通の D-5 系と改造された D-5 系が共存したいと、なかなか結構運用面でもそこまで苦労はせず、なんか特別めんどくさいって感じもありませんでした。ですが E233 機は既存の編成だと前面の運転室の空間が成田線のあの痛ましい事故を記憶に結構の効果めっちゃ取っています。そのため先頭車付近の座席は4人掛けとなっていて、実質的にこう3人掛け分ですね。さっきの D-5 系は7人掛けでしたが3人掛け減っていますからね。まあ実質こう3人掛け分っていうのが運転室の空間に確保されました。実を言うと、さっき紹介した成田線の痛ましい事故っていうのはダンプカーと113系が衝突して起きたものですが、113系が衝突した際に乗務員室が狭く結果的に救出が遅れた、これが実は原因でした。そのため救出する際にスペースを十分に確保しようということで運転室の空間が広がっています。209系とかでも7人掛けから6人掛けになっていて、 E217 系や E231 系の近郊型では6人掛けではなく4人掛けになってます。でもこのことはつまり顔の改造をすると先頭車のドアの位置が既存の E233 系とは大きく変わっちゃって、結果的に結構めんどくさいことになりそうです。ここからは既存編成のカード交換と新編成のカード交換、どういう問題が起きるのか、このことについて具体的に紹介していきましょう。前面を改造する、要するに、まあ、先頭車化改造ですが、結構次のようなことが懸念されますね。まずは既存の E233 系のセットで運行しにくくなる点です。先ほど紹介したような感じで先頭車の寸法の変化が結構めんどくさくなりますね。そのため顔を改造した電車と顔が元通りの E233系の電車、同じ路線で同時に運行させるのは南部線とかとは違って結構難しいでしょう。まあもちろん成績線とか編成数があんまり多くなく顔の改造はして OK の路線とか、まあそういうケースだったらあまりこういう問題は起きないかもしれませんね。2つ目の問題点としては、連結する際に停車位置が不均一になるリスクです。例えば長野地区は今現在211系が3両編成と6両編成を運行していて、3両編成が2本つながった6両編成の運用、こういうのも結構あります。まあそういうことを実際に E233 系でもやろうとした際に、もしも改造先頭車を使ったら 3+3 両の6両編成と6両固定編成の6両編成では同じ停車位置でも若干なんかドアの位置が変わる可能性があります。実際 D-5 系でも先頭車の形状によって一応寸法が 100mm 変わりますからね。 100mm とはいえドアの位置は結構ずれます。こういうことを総合的に踏まえたらちょっと地味に問題点かもしれません。こういうのも今後もしもホームドアを導入していく路線の場合、こういうところもしっかりと考えなければいけませんね。ただ先制機線とかと特に連結運用もないんで、まあ、特にこういった問題はなく普通に先頭車改造車でも運行することは十分に可能と想定できますね。仮にホームドアを作るとしても、すでに E233 系が全部先頭車含めて何人掛けで運行している状態だったら、そっちに合わせてホームドアを作れば特に問題はないです。3つ目は改造費用です。こればかりはちょっと見積もるのが、まあ、手法にも結構よっちゃうんですけどもね。D-5 系と同じ方法でもしも改造する場合はそこまでコストはかかりません。一方で既存の E233 系系列とか E131 系とかそこら辺と合わせていこうと思うと、あと先頭車の4分の1ぐらい結構新しく作り直す必要がありそうです。ドア含めて結構新しく作り直しますからね。めちゃくちゃ結構めんどくさく、場合によっては一部の左派を廃車にして代わりに新しく E233 系用の先頭車をもう一回作る可能性もありえます。例えば E235 系側をいっぱい作って、それを E233 系扱いで部品については既存の編成からパクりまくって使えます。こういう風にすれば少ない手間で新しい電車が作れます。 E233 系の転属対象編成も結構多いし、ざっくりと1000両以上が余りますからね。先頭車化改造工事に結構手間取る場合はこういう風に新しく先頭車だけ作って
運行しやすいというケースもあります。まあ、実際 E233 系自体は実を言うと40年くらいは走れる設計だっていうので、新しく E235 系っぽい E233 系の先頭車を作り直したとしても20年ちょっとは活躍します。また場合によっては E233 系が引退した後 E235 系も徐々にちょっと都心から郊外に行く可能性があります。この際にも同様に大変性化をする可能性がありますが、その際に今回紹介したこの余った E235 系の先頭車の顔をまた E235 系に本当に組み込んで、しっかり本家の E235 系になる、こういう風な使い方もできます。寿命的にもちょうど E235 系とほぼ一緒なんで、新しく先頭車を作ったけれど20年ちょっとでもうバイバイ、そういう風にはならず結構早期廃車も免れます。もしも長野地区とかで2両編成や3両編成の電車でこういうことをしようと思った場合、クボ派として既存の E233 系と重なる工事をすると思いますが、 E235 系については1MUnit 方式なんで、改造する際も特別なんか MM-UNIT だったから分解して片側だけで運行できないっていう問題もありません。床下スペースについても E1-1 系が先頭車でクボ派ながら 1MUnit を実現しますからね。こういう風にすれば十分実現できます。場合によっては区派もありますが、まあ、どちらにしろこういう風に E235 系側の新しい E233 系先頭車を作って、 E233 系が引退した後に E235 系正式に組み込む、こういう運用方法もありえそうです。ただ JR 東日本一部の E233 系もどきの E231 系4600万台をちょっと廃車にしちゃった経緯もあったりするんで、仮にこういうことを実行しようと思っても実際に全部実行されずに終わるケースもあったりして、なかなか結構難しいですよねこの会社。まあこういう感じで結構ややこしいことになるかもしれませんが、要するに E235 系の先頭車化改造っていうのは、改造先頭車と従来の先頭車で若干寸法が変わるから、長さが若干変わってしまい、6両固定編成と3両3両の6両編成の場合で、同じ停車位置に停車してもドアの位置がバラバラで若干めんどくさいっていう点と、従来の E233 系と同じ形状にしようと思った場合非常にコストが高額で改造がめんどくさいという点が挙げられます。ただし仙石線側の E25 系っぽい感じにすることは十分可能ですね。実際さっき紹介した成田線の痛ましい事故っていうのは113系の全面の強度、これがあまり強くなくて起きたようなものです。当時の113系は全面の強度があまり強くなく、その結果なんかぐにゃって曲がってしまったっていうのもありえますね。その後113系には鉄火面改造って感じで全面補強工事をしたりとか、実際後に登場した205系改造車についても乗務室とかについては従来の E233 系とか E231 系みたいになんか広くは取ってませんが、顔の部分については結構頑丈に作っていて、また若干なんか前面が丸くなっていますからね、衝撃の分散とかも期待できます。まあそういう風に前面の顔の形状を工夫することによっても前面の強度はある程度確保できます。まあそういうことを踏まえると205系っぽいアプローチをすれば、まあこういう風な狭い運転室でも結構改造する可能性がありますね。こっちの方だったら寸法的にもそこまでなんか大きな変化はありませんし、個人的にもし改造するんだったら多分こっちの方を選択する可能性が高いと思いましたね。もしも先頭車が改造とかをする場合、鶴見線の205系とかも置き換えるかもしれません。ちょうど鶴見線の205系っていうのも実は E233 系転属の頃には寿命が寿命なんで、そろそろ置き換えというのが始まるかもしれませんね。実は E233 系自体は労働市場が検討している線区に全て導入車としても実は余っちゃうんですよ。その余った数っていうのが数編成あったら、まあちょっと増発とかで、ね、京葉線や武蔵野線とかに持っていくのもありかもしれませんが、実際はもうちょっと数が多く、明らかにちょっとなんか数が余っちゃうって感じでした。そのためもしもなんか先頭車化改造とかを積極的にやっていこうと思った場合、鶴見線とかそういう路線にも導入していく際にそういう処置がされていく、こういう可能性もあると思いましたね。あとは似た経緯で南部支線や相模線とかそこら辺とかもそういう風な処置をする可能性があり得ます。ただ E131 系とか E235 系とか他の形式が代わりに来る可能性もありますからね。まあぶっちゃけ鶴見線とかについては完全にもう空想の話になってますが、まあ可能性としてもしも先頭車化改造をする場合はゼロではないということも押さえておきましょう。というわけで今回のまとめといきましょう。今回は E233 系を先頭車化改造する際のメリットとデメリットについて紹介しました。まあ、やっぱり顔不足ということもあって、まあ、今現在明らかに E233 系の先頭車と比べて導入すべき編成数は多いです。ただその一方で E233 系本体は結構10両編成や8両編成ばっかなんで、編成短縮だけでやっちゃうと結構どころか相当な数が余ります。これを解消する際に中間車を先頭車化改造することによって大幅に解消できますが、その一方で改造車と既存車では結構前面と形状の寸法の違いとかで先頭車の長さが変わったり、あとは先頭車の運転台付近ですね、あそこら辺のドアの位置が従来の E233 系とは異なる車ができます。他にも運転室が仙石線の205系と同じにした場合、
まあ、要するに空間とか同じような感じにした場合ですね。こういう場合ってやっぱりなんだかんだ言って運転室がもしも事故にあった際に潰れて救出が難しくなって、成田線のような例の痛ましい事故に発展しないか、このことも地味に懸念されます。 E233 系自体も踏切事故によって大破したケースはありますが、運転室がクラッシャブルゾーンを採用していて成田線の痛ましい事故に発展することはなかったっていう経緯がありました。こういうことから運転室のクラッシャブルゾーンの確保とかそういう問題含めて、やっぱり結構運転室の問題っていうのもあります。ただ実際先生規制の215系は例のあの事故が起きた後に使いましたがね、あちらの電車は全面を相当強化したので、場合によっては E233 系も同様の処置でいいのかもしれません。もしもこういうことが実現したら結構まとまったかなりの数の古い電車が消えていくかもしれません。215系や211系の記録はお早めに。というわけで皆様、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントを通さずぜひクレビーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方、ぜひチャンネル登録して、また一緒に知っていきましょう。こういう感じで未来に関する鉄道の予測動画もいっぱい投稿していきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれで終わりましょう。バイバーイ。